状況の乱は、状況元年から永翔2年にかけて、三内上杉家の上杉秋佐田と、大木谷上杉家の上杉定田正の間で行われた、戦いの総称。この戦いによって、上杉氏は衰退し、伊勢総憂を返そうとするご法上氏の、関東地方進出の端緒となった。上杉氏と小学坊、足利重氏との間で30年近くにわたって、続けられた、 京徳の乱の間は、上杉一門は一致協力して、精子とこれを支持する関東の諸大名に対して、戦いを続けてきた。だが、文明8年、秋貞の重臣、長岡毛春が秋貞との確執から突如無本の兵を挙げると、三内上杉軍は、総崩れと化した。これを沈めたのは、同族の大木谷上杉家の火災であった、大田道館である。 道館の活躍で影春の反乱自体は鎮圧されたものの関東官令である秋佐だと三内上杉家の権威は落ち込み道館の主君である大木谷上杉家の上杉定政の権威が高まったかつては世間から法輪の雄と呼ばれて嘲笑され定政を投げかせるほどの小さな鳥であった大木谷上杉家が大きな鳥である三内上杉官令家と並ぶ 実力を有するに至ったのである。これを有助した秋貞は貞政に対して、道館の才能はやがて、神杉一門を危険に陥れると警告して、貞政の再偽心を煽る一方、小学坊、足利主義氏との和解に踏み切って密かに、貞政との戦いの準備を進めていた。やがて、貞政は道館を遠ざけるようになり、道館も自分の忠義を評価しようとしない貞政に不安を、 抱き始め、一万一に備えて、息子、スケスを、足利重氏への人質に差し出していた。文明18年7月26日、相模国カ須ヤ館にいた、上杉定政の元に出資していた道館は、定政の配下によって暗殺された。その後、大田スケスは、江戸城に戻り、家督を継承したが、定政は、間もなく、江戸城を占領して、 スケアスを放逐した。大木谷上杉家の支柱として、内外の辛抱が高かった道館の中殺は、大木谷上杉家中に動揺をもたらした。特に、相模三浦市では、当主の三浦高級が定だまさに変わろうと図って、仙台当主である洋夫、三浦時高に追放されるという事件が発生している。翌朝京元年、秋定だと実刑の定だまさは、 大木谷上杉家に通じた長尾ふさきよの下屋国足利ュカが商館農場を奪い、ここに両上杉家の戦いが勃発したのである。長京2年に入ると、秋貞は、実父の越後守護上杉坊帝の支援を受けて、2月に大田助安や三浦高級と共に、本拠のある武蔵国八方城を先記で出発、一気に定政まさの本拠カス間館を制圧しようとした。ところが、 サダマサは、ルスを、兄のアサマサに任せて、同じ武蔵の川越城に滞在しており、直ちに200機でこれを追跡、カセヤ観光街の見巻原で、秋サ軍に奇襲攻撃をかけた。予想外の奇襲に、秋サ軍は改装したものの、サダマサ側も朝、マサの居城の七沢城を失った。さらに3月には、上野国白井城に滞在していた。 上杉貞政が自害を遂げており、大似谷上杉氏や長尾影春方の襲撃の可能性も指摘されている。憤慨した秋貞は6月に今度は川越城を襲おうとするが、今度は先に秋貞に反逆して逃亡していた長尾影春が足利正氏の援軍を引き連れて、貞政軍に加勢し、スカヤ原で衝突し、またもや、貞政軍が秋貞軍を退けた。 11月には今度は、佐田政軍が、八方城に攻め寄せたため、秋さ軍は、高見玄、高野玄で迎え撃ったが三度敗北した。山内、大北二両上杉の軍勢が激突した実巻元、須賀谷原、高見玄の三つの戦いを俗に、長京参戦と呼び、いずれも、大北に上杉陣営の勝利に終わったが、大田道館中殺後の軍民の離反は続き、 逆に連敗した三内上杉陣営は後方に越後、上野国領国を有しており、その支援によって八方城を保ち続けていた。一方、先の京徳の乱の折、足利重氏に代わる鎌倉久保として、上杉氏が招兵した足利正友は、鎌倉に入ることができずに、三内上杉家が守護を兼ねていた、伊豆国に泊まって堀越久保と名乗っていた。ところが、 肝心の上杉氏と小学坊との和解が成立してしまったために、堀越坊の支配権は、伊豆一国のみに押し込められ、足利正友は、遠徳三連に病死した。その後、堀越坊内部に内紛が生じ、その感撃を塗って、駿河今川氏の確証であった、広告事情上主、伊勢総尉が、明王二年に、将軍足利義家の命を奉じて、 伊豆に進攻して、堀越久保を襲撃して、伊豆を奪取した。これには、両国相模を背後から脅かす伊豆国内の山内、上杉陣営勢力とこれに支えられた、堀越久保の存在を煙たがった、上杉定政の格策があったとも言われている。事実、直後に、定政から総威に対して、対、秋さ討伐への協力依頼が出されている。ところが、 明王三年に定政の名城として、相模の東西半分ずつを支配していた、三崎城の三浦時高と小田原城の大森氏よりが、相次いで亡くなり、その光景をめぐって、三浦、大森漁師は、内紛状態に陥った。さらに10月2日には、八方城の上杉秋貞を撃つために総意の援軍を仰いで、再度、高見源に出陣していた、上杉定政が、 荒川と家中に落馬して死亡した。大喜谷上杉家は、養子の友吉が継承したが、貞政の死が戦況を大きく変えることになった。まず、貞政生存中から関係が悪化していた小学坊、足利重氏が、上杉秋貞側に指示を変え、一方、相模三浦市では、三浦高級の養子、義厚が、内紛に勝って、家督を継いだ。このため、実ッ 三浦高旧山子の大田助康も、吉奴の口添えで、大木谷上杉家に復帰したのである。なお、10月17日には、秋貞の実父である越後守護上杉坊邸が病死して、秋貞の実弟上杉夫妻よが継承している。長年、明王4年に、総唯が暴略を持って、大森氏を継いだ、大森藤寄から小田原城を奪ったと言われてきた。ところが、 この翌年にあたる名王五年、上杉秋貞は、足利政氏と連合して、相模に侵攻して、大木谷上杉川の長尾影春、大森藤頼りそして、総威の援軍と戦い、大森藤頼りと援軍を率いてきた、総威の弟、伊勢阿次郎が籠もる小田原城を攻め落としているのである。つまり、総威が、小田原城を手中に収めたとされている時期には、 追放されたはずの大森藤頼が未だに小田原城主であり、総尉が名優として藤頼を救援しているのである。この事実について、近年では、明王十年までに何らかの理由で、総尉が相模守護である上杉智義の許しを得て、小田原城を占拠して自分のものとしたと考えられている。ここで注目すべきは、仮にも、 同盟相手とはいえ他国の大名の家臣に、領土の一部を譲り渡すという事態はそれだけ、友もよしの戦況が苦境に立たされていたことの反映であると考えられている。総意の武将としての才覚は、もちろんのこと、総意の追いで貢献する、駿河守護、今川うじ下の軍事力を、友もよしは必要としていたのである。事実、その軍事的支援を受けて友もよしは秋さに奪われた。 相模の諸城を取り戻している。こうして戦線は再び、武蔵国内に戻ることになった。栄商元年8月22日、上杉秋貞は、上杉智義の拠点である川越城の攻撃を開始するが、拉致が開かないと見るや今度は、南の江戸城を攻撃しようとした。ところが途中で、伊勢総尉が、今川宇治地下と連合して、武蔵国に向けて進軍中との情報を入手して、 武蔵国立河原の肉を結集した。9月27日、上杉秋貞、足利正氏連合軍と、上杉智義、今川、伊勢の連合軍が立河原ので激突した。この立河原の戦いで、上杉秋貞側は2000人以上の戦死者を出して、改装した。ところが、この方を聞いた、ヘッジ号主語、上杉ふさ義は、兄の秋貞を救うべく、守護代、 長尾義景を八方城に派遣して11月に今川伊勢の援軍が撤退して守備が手薄となった川越城を攻撃し、その勢いで久ぬ田城と三田城を攻め落とした。皮肉に盛りつかわらのでの大木谷植杉家の大将が越後植杉氏による大木谷植杉家に対する大規模な侵攻を招く結果とあったのである。2年3月、再度秋の軍勢に、 川越城を包囲された、上杉智義は、幸福を表明した。秋貞は、かつての戦場であった塚谷原近くの菅谷館に、智義を遊兵して出家させ、智義の代わりに、老いの上杉智義を当主に立てることを、大木谷上杉家診断に強要した。だが、大木谷上杉家診断の反発が強く、また、小学坊家、足利正氏と、 着難高本との不仲が問題化すると、秋貞もこの方針の修正を余儀なくされ、友吉が解放されて、川越城に戻ると直ちにこの話はなかった、こととされた。英正四年、秋貞の養子、上杉則りと友吉の妹の婚姻が成立して、山内、大木谷両家の同盟関係が復活したのである。だが、その平和は、突然破られることになる。山内、 大喜谷両家の婚姻成立直後に秋貞の片腕とも言える存在であった弟の越後守護、上杉夫妻義が守護代、長尾ためかげらが擁する上条定根軍に追われて自害。これに激怒した秋貞は戦力が回復した。永正六年に長尾ためかげ討伐の兵を挙げて、越後に進軍した。秋貞は出発に先立って上杉友義と会談して、 聖書を交わしている。すると、その留守を狙って、給料のある上野に戻っていた長岡景春が、再び反乱を起こし、さらに総威が、突如、大木谷上杉家との同盟を破棄して、相模中部への侵攻を開始した。翌年に、上杉秋貞が、貞田ザネ、ため影軍の帰り討ちにあって戦死すると、残された二人の養子が、次期関東官僚をめぐって、 内紛を開始さらに、小学坊では剣術を支援しようとした、足利正氏とこれに、消極的な高本が対立、さらにその弟の吉明までもが加えた小学坊の地位をめぐる内紛が発生した。上杉智義は、三内上杉家と小学坊家の内紛を収集しようと、奔走するが、そうこうしているうちに今度は総意が、相模三浦氏を滅ぼして、相模一国を支柱に収めた。 それからわずか50年のうち上杉氏は関東の大部分の支配権を伊勢氏に奪われて、小学坊もその傀儡政権と化していくことになるが、その発端はこの状況の乱にあったと言える。ありがとうございます。